じゃあルイ探しましょう。作業7日目。昨晩果実のつまみ食いの件でルイ君を強く叱りすぎてしまった。感情に任せて恋を荒げてしまうとは先輩としてもパイロットとしても失格だ。ええやろ。もちろん彼にも引きがあるのだが、とにかく逃げ出した彼を探し出さなければ自責の念に駆られるのはその後だ。いやもうルイはちょっと誰か強く言え、強く言えというか縛りつけて宇宙の果てに流せ。ルイはどこへ。仲間は大切じゃぞ。早く合流するんじゃ。はい。まあ、実際このもの、ルイいなくなったら困る。どこや。遠い。おる。お腹すいた。ちょっと待ってよ。まあ、オリマーは、はい、こいつだけ倒して逃げる。んで、ああ、この角材を使ってなんとか上に行けないか。これは多分この上に乗った状態でルーイ側で押す必要が、ああこれか、ここやな。マップが全然変わってる。多分ここにピクミンをいっぱい乗せる。で、はい、オリマー落ちてる。頼むよ本当にオリマー、あんなに強く叱ってしまうとは私も反省しなくてはな。オリマーええやつやな。じゃあこのここの探索をしてもらって、はい、爆弾岩かな。にゃ掘っている、にゃ掘っている。ああ爆弾岩や、怖い。爆弾岩中から飛び出てくるの怖い。もうちょっと丁寧に扱ってくれ。怖いってだから。それ刺激光終わったら爆発するやつやから。大丈夫ですか？結構出てきたね。はい、じゃあ全員、各自1個ずつ持って。で、ルイ君も、はい、1個ずつ持って。よし。オリマーから行くか。オリマーの方から。あいつやな。あいつが問題やな。が問題で、よいしょ、いけ、これの爆発に巻き込めれば OK、 一発、はい。というかオニオンあるよな、増やせるかピクミン。ちょっとくらい増やしといた方がいいかな。よいしょ。じゃあここで操作切ればピクミン増える&増え、生えてきたやつをオリマが勝手に引っこ抜くまでを自動でやってくれるから。んーで、ルーイ君の方がピクミンやや、うおー一人だと気楽。はっ、逃げろ。よし、いけ、逃げろ。お、爆弾岩食った。あ、そうなんや。死に方グロ。しかもこいつやられたら爆弾岩出したぞ。つまりこの先で使うな。あー、持ち張ります。じゃあ赤ピクミンもちょっと増やしとくか。よーし、赤ピクミン増やしまくったぞ。そもそも地上に40匹ぐらいしかピクミンおらんかったから、まあ今回はオニオンで増やしまくっとくのは正解ちゃうかな。こっからあと戻ってくるのがめんどくさいから、爆弾岩でこの壁を壊せば。壁が点滅している、激しく点滅している。どうした。というかルーイは一体どうやってこのエリアまで来たんや。このエリア四方八方壁に囲まれてるけど。よいしょ。彼も悪いやつじゃないんだ。ちょっとお腹が減りやすいだけで。ええやつやな、オリマ。よいしょ、戻っといて。こっちもキーピクミンはオニオン周辺の敵を使うことでかなり増やしたので。お、蜜出した。すえーい！こんだけおったら十分でしょう。さて、
そもそも今回目的はルーイとの合流なのか。あー、エイビーちゃんか。よいしょ、逃げて。まあこれ壊してもらうかな。これ壊して中に何かあるかな。爆弾岩か。爆弾岩がとんでもない数ある。これは壁を壊し続けることになるんやろうか。うわ、ちょっと待って、ここ岩ピクミンが欲しいな。岩ピクミンが欲しいな、これ。よいしょ、逃げる逃げる逃げる。おわ、クマチャッピーじゃねえか。よいしょ。それ爆弾岩なんですけど、すいません、使ってください。やべえ、岩、やべえ、爆弾持ったっちゃう。ピクミン全部投げちゃった。やばい、もう自力でやるしかねえ。お前赤ピクミンの自力見せたれ。そもそも戦いに強いやろお前らは。よし、負けねえ、戦いでは負けねえ。え、あ、ここに虫おったんか。それでか、この虫に気づかずやられてしまった。あ、まだまだおる、まだおる。みんな虫がいるよ。ここ爆弾が埋まってるな。よし、はい、逃げて、はい、逃げて。はい、逃げて。これ掘り出したら終わりちゃうか、こっち側ができること。最悪爆弾岩がなかった、爆弾岩足りなかったとしても、こっち側で爆弾岩めっちゃ余ってるから、こっち側から開けてあげることができるな。ルーイ側もギリギリ1個足りるし、オリマー側で余ってる爆弾があるので、爆弾余ってる環境怖っ。爆弾余らしといてよかった。もうせっかく掘り出したから、これは。よいしょ、はいよ、いきねえ、避けねえ、爆発しねえ。おりまー、こんにちは。ミッションコンプリート。やっぱり二人揃ってないとね、ルーイ。おお、ルイとオリマーが出会っただけで歌ってくれるわ。社長もなんとかルイ君と再会することができた。反省しているかどうかはわからないが、コッパイ星人に助けられた時も行方不明になってみんなを驚かせたこともあったし、安心してはいけないかもしれない。何はともあれ彼が無事でよかった。相棒が戻ってきたのは喜ぶべきことだろう。この辺りで探索も兼ねて食料を集めておこう。ルイのことを相棒って呼んであげてんの偉いな。ビッグフルーツカーニバル。大きな果実を運ぶにはたくさんのピクミンが必要じゃ。羽ピクミンは水面を移動できるが攻撃力は低い。作業8日目。巨大な果実の反応がたくさんあるこの場所なら、ルーイ君に食べられてしまった以上の収穫が見込めそうだ。これで社長の嫌味も聞かずに済むだろう。しかも微弱であるが、ドルフィン初号機のパーツの反応もある。社長バカンスしておきながら嫌味言うてくんの。ああ、ピクミンを増やすのに使う。それはもうガンガン使ってるけど。さて、おーっと、ピクミンが滑っている。滑っていますね。でも、羽ピクミンしかおらんねんな。やっぱ羽ピクミンやと押しつぶしができないのか。まあ、あれ運んでもうて、抜いといてもうて、で、まあ、オリマーに抜いといてもらいましょうか。やっちまえ、やっちまえ。で、あれ、向こう側に行く必要があるか。え、これ、向こう側どうやって行くの。あっち側行きたいんやけど、投げても届かんし。これ何？あー、なんかするわ。これ何すんやろ。よいし
よろしく。何か知らんけど、これ何してんの、何してんの、何してんの。ああ、はあ、はあ、ふおー暇になったハデピクミがふおーを言うてる。はあ、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 なるほど、こんな仕掛けあったんや。初めて知った。左右どっちからもいい匂い。もうこれ抜いといてもうて。さすがにハデピクミンとはいえ24匹おったら負けるな。向かえ。よしよしよし、もうこれも運んでもらいましょう。ビワかな、ビワと、じゃあ、33でこれは運んで。今更やけどこれどうやって帰んの。え、これどうやって帰んの、これ。ああ、よかったよかった、届いた届いた。あぶねえ、終わったかと思った。こっちからも足場作ってもらわんと帰られへん。よーし、オッケー。わあ、オリマン。ちょ、これオリマンをもう一回おとりにしよう。よし、ナイス。いけ。ナイス。オッケー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 。ちょ、おいや、おら。よけぶえ。よしけ、みんな。しかし、しかし。もう一回、もう一回、もう一回。ナイス。これ3人で。ハネピクミンでもここの探索っていけるよね。ルーイ側は、まあまあ、結構な人数になったけど。あー、スモモ出てきた。これも運んでもらいましょう。これも運んでもらって、まあ、ここはこれで終わりかな。で、ここで合流して、ここ開けてもらいましょう。ここ開けてもらって、で、こっちから遠回りすることになるのか、向こう側は。はーい、どうもー。C5。で、ここをちょっと、10人がかりでどうにかしてもらって、いやー、ちょっとこれどうしましょうかね。羽ピクミンだけで、羽ピクミンだけで勝てるかな。てんてんチャッピー、やってみよう。いけー。こんだけおったら、こんだけおったら。あー、一匹やられたか。しかしこのタイミングで青ピクミンが追加されたぞ。羽ピクミンが15匹ほどおったら、あ、そっちから行こうとする。その場合ちょっと待ってな。行け、オピクミン。よしよし、バナナでしょ、メロンか。で、デコポン、モモ、ここの橋かけましょう。ここの橋を、ちょっと待ってな、一回置いていいよ。一回置いていいよ、大変やろから。って思ったけど、こいつら飛べるから、よく考えたらルート無視していくんか。いったー、関係あらへんの精神で。橋できてへんとか関係あらへん。ほな、橋、この橋作る必要ないんかと思ったけど、よく考えたら、そっか、帰られへんのか。オリマーとルイカ帰られへん。だからこの橋はかけてもらって、だから回収するだけだ。ありがとう。じゃあ君たちには、これを10人がかりで、これも10人か。ならこう桃に人足して、でそこの穴には多分あのでかいエビがいるから、
よし、羽ピクミン77匹。羽ピクミン77匹の実力見したろ。って思ったけど、これを10人で運んでもらうから67匹になります。よっしゃ、来いや。じゃあ、羽ピクミンよろしく。よし、行け。行け。倒した。強っ。よーし。あ、大丈夫。別にエビ求めてないから。多分ルイは食べると思うけど、そのエビを。まあ、これで運び終えるんじゃないですか？でも足りるかな？まだ、ブロンズ取った直後やねんけど、まあ多分これ最後のやつぶち込んだらすごい勢いでバンって上がって終わりやろ。ドリアー！やっぱり。大体分かってきたよ、このゲーム。ビッグフルーツカーニバル。確かにでかい果物多かったな。最初ちっちゃかったけど。ミッションコンプリート。羽ピクミンはやっぱ戦闘弱いなっていうのが分かったな。羽ピクミンでチャッピー倒すのきついわ。巨大な果実を大量に収穫することができた。しかし確かに反応あったにもかかわらず、初号機のパーツは見つからなかった。コッパイ星人の植物学者ブリトニー。彼女なら果実からパーツの反応が出ていた謎を解明できるかもしれない。無事に帰ったら彼女の見解を聞きたいものだ。わからないわって言うと思うよ。美味しいからじゃない？お、二つ目のパーツ。難敵揃いのエリアのようじゃな。ピクミンが増やせないのであれば、とにかく慎重にパーツを運ぶしかないの。増やされへんの？作業9日目。反応を頼りに洞窟内を探索したところ、クロノスリアクター。あ、出た。泥だらけだが故障はしていないようだ。これなら本当にドルフィン初号機で、ホコタテ星に帰れそうだ。なぜこんな地中深くにといった疑問は残るが、とにかく慎重に地上に運び出さなければ。ピクミン増やせないんですか？なるべく急いでほしいのじゃ。ペペペーロ。ペペペーロならしゃあないな。これね、回収できれば一歩前進だ。まず赤ピクミンをすべて黄ピクミンに変えます。で、あ、この子にイヤピクミン埋まってるやん。イワピクミン埋まってました。で、キーピクミンにこれを破壊してもらってる間に、これを岩ピクミンに割ってもらって、よっしゃ、ナイス。で、さらにこれを運んで橋をかけてほしいんやけれども、ちょっと待ってよ、橋をかけるためにはこいつが邪魔やな。よし、羽ピクミンがいれば完璧やねんけどな。よし、ナイス。あ、なるほど。倒した敵が消え去るタイプの。こっちキーピクミンに任そう。こっちキーピクミンに任して抜いてもらって、運んでもらって、こっち終了？終了、 OK。 お疲れーす。なるほど、ピクミンが増やさないってそういうことか。で、この岩ピクミンだけで終了かな。ってことは、最初からいるピクミンは結構大事にしながら進まなあかんってことやな。ちなみにこれ運ぶのに何人かかる？あ、10人で運べはする。少しずつ前進させておきましょう。はい、キーピクミンのみんなー。はい、みんな、キーピクミンの皆さん終わりでーす。終わりでーす。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。岩ピクミンの皆さん終わりでーす。あ、ここでちょっとピクミンを増やせる。岩ピクミン増やせますぜゾーンや。どうしよっかな、岩ピクミン。まあ、これで全部のピクミンが大体10になったから。あれ、ピクミン1匹おらんよ。そこや。多分寄り道したらピクミンが増やせるはず。寄り道しながら行こう。こことか何をどう考えても行き止まりやから、絶対なんかええもんがある。こんな行き止まりに敵がいるってことは、もうなんかええもんがありますよこれ。よーし、おーおーおーおお、よーし、赤ピクミンが増えた。
爆弾をもらえたな。っていうかでも今の戦いで岩ピクミンちょっとかじられたわ。増えた赤ピクミンを岩ピクミンに変換。よし。で、こっちキーピクミンいますよと。一回ストップ。で、ここで爆弾岩の回収。君ら、結構こんな地下深くで暮らしてるね。暮らしてんのかな、この子ら。あ、クマチャッピーいるけど、こっちにはあまり爆弾岩があるから。こいつは爆弾岩で一撃よ。おら、チャッピー。爆弾岩の恐ろしさ教えたるで。君よく見たらユニークな顔してるな。お、こいつ爆弾岩めっちゃくれた。ん？あ、ショートカット使おうとしてる。ちょっと待って、そのショートカット大丈夫か？まあ、確かにそっちから行った方が早いんやけど、そっちから行ったら、ダダ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 。いや、でも大丈夫、俺らには爆弾岩がある。よし。大丈夫、俺らには爆弾岩が。ちょっと爆弾岩！あ、間違えてルイ君投げちゃった。よし。よし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 。よし。よしよしよし。で、ルイ君あれ抜いといて。で、ここも使わんでいいでしょ。こっちのルートで行ったら近いけど、その代わり敵のど真ん中に出ちゃうから戦いが大変やよってことじゃないの。まあでもそれで言ったらここも同じ感じやけどな。よいしょ。これクロノスリアクターが爆発することはない？大丈夫？怖っ。ルーイ。もうすぐポットにたどり着くけど最後まで油断は禁物だ。確かに、ここなんか。お、なんかおるんちゃうか？これはここで割ってもらって割り終えたらここで、いや、こう割ったらそこに、よし、ピクミンを貼り付ける。ピクミンを貼り付ける。 OK 一瞬。あ、ちょっとやられてるか。お前が恋迎えに、何度も言うけどお前側が恋。あー、なんかすごいランク下がった。というか、警戒しすぎたな。これ、爆弾岩があったら結構ゴリ押しでいけるから、多分もっとガシガシ進んでええな、これ。オッケー。これちょっともう一回やったら、多分プラチナ一発で取れると思う。もう一回やろ。よし、ここで赤ピクミンを全て黄ピクミンに変える。で、ここでイヤーピクミン抜いてもらう。これもしかして自分でぶつけて割った方が早いのでは。よいしょ。で、こっちは近いからイヤーピクミンやってもらって、キーピクミン頑張れ。ここだけ突破しよう。あまりの爆弾岩があればクマチャッピーとかを安全に倒せるので話が早い。そしてあのクマチャッピーを倒すとさらに爆弾岩が出るからさらに楽になる。よし、ここで爆弾岩が4つ。この状態を作り出したいな。よーし。で、よいしょ。はい、爆弾岩置いて。はい、逃げて。ちょ、こいつ爆弾岩運んでくる。こっちからの、はい、爆弾岩。足元設置。よいしょ、こいつも、よいしょ。あ、ちょっと待って、そのキーピクミン、キーピクミンが、よくも。あ、ここで岩ピクミンに帰れんのって、この次があいつやからか。最後があいつやから。ってことか。で、ちょっとこれは抜いといてもらって。で、はい、爆弾岩をすべて回収。赤ピクミンよろしく。これ運んでもらって。
で、これを青カピクミンが頑張ってる間に先回りして、こいつをへし割る。よし、よし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 、ええぞ、早いぞ。これ言ったでしょ、プラチナが何分以内か分からへんけど、よーし、爆弾岩でチャッピーを高速除去やな。これができれば問題なく勝てるね。そしてピクミンを失うことを恐れないことやね。消えてもピクミンは増えるんやという強い意志で、今回もパーツを無事に回収することができたが、近くのエリアに新たに複数の反応を発見した。それらの反応は移動を繰り返しているようで、原生生物が獲物と間違えて残りのパーツを飲み込んでいると考えて間違いないだろう。道理でなかなか見つからなかったわけだ。結構長いな、このシリーズ。もうラスト終わりや。ついに復活、ドルフィン初号機。狭い場所にひしめく原生生物に合わせてそれぞれピクミンを使い分けるんじゃ。最後の広場では何かが起こりそう。絶対に金色のやつ出てくるやん、もう。